こんにちは。本日もインスタライブを始めたいと思います。今日はね、ちょっとクリスマス系のネイルを作ろうかなと思い、どれをやろうかなって結構ね、ずっと悩んでたんですけれども、今日はね、せっかくもうすぐこちらファジーシリーズが発売するので、このジンジャークッキーを作っていきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。こちらね、新しく、10月30日ですね、に発売する、こちら、ファジーシリーズです。こちらね、PBF が月末からあるんですけれども、こちら発売するファジーシリーズを使っていきます。前回もね、ファジーシリーズ使って、で、ざっくりニット作っているんですけど、これね、ちょっと他の色のパターンも作ろうかなと思って、今途中まで作ってるんですけれども、結構ね、どの色もファジーシリーズ可愛いので、すごいおすすめのカラーになっております。クッキー可愛いですか？嬉しい。そう、ここら辺もね、このシリーズは、去年作ったチップなので、ファーシリーズですね。EX から出ているファーシリーズをカラージェルに重ねているので、結構ね、この、質感が変わってきます。上からファーシリーズを重ねると、こういう感じで結構、このファーがすごいね、はっきり、しっかりしてくる感じなんですけれども、こっちの、今回発売するファジーシリーズはちょっとね、こういう似たようなお色でも中にもともとファーが混ざっているので、このね、自然な雰囲気でこのファーが、本当にね、ニットみたいな感じでファーが表面に出てきてくれます。なので今日もね、前回はフォグ使いましたね。フォグを使って、で、ざっくりニット作っていったんで、今回はブラン使っていこうかなと思います。そう、結構ね、今月もまた30日に新色がね、いろいろ発売していくので、まずちょっとね、せっかくなので、今回もこちらファジーシリーズ使っていきます。そしたら、本日はジンジャークッキーを作っていきます。はい。チップをね、用意していきましょう。チップはいつもね、こちらもチップ代よく、ご質問いただくんですけれども、こちら、白鳥スワンですね。スワンとフラミンゴ。これ、どっちもスワンですね。形違いです。スワンとフラミンゴが、発売していて、プリモールでもジョイアートでも購入することができます。で、フラミンゴも見た目すごい可愛くて好きなんですけれども、白鳥だとね、ちょうどこの羽の部分がこの持ち手に、ちょうどこの親指と人差し指がフィットするのでね、結構好きで、よくスワンの方が登場します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はね、とても簡単なサブアートなので、こちらね、ジンジャークッキー。なので、ニットネイルにも、前回のね、ざっくりニットにも、しっかり合うデザインになっております。まずはね、ファジーシリーズ塗っていきますね。こちら、今日はファジーブラン使っていきましょう。で、ファジーブランはですね、このファジーシリーズ、中に毛が入っておりますが、普通に塗ってもらって、全然綺麗に塗れます。デコボコしたりとかしないジェルなので、いつも通り塗ってください。いつも通りね、普通に塗っていくだけで、毛が立ったりとか、塗りづらいとかないので、いつも通り塗っていきます。で、いつも通り塗っていった後、この先端のところですね。ここでファーが少し、ちょっとちょちょちょって出るときがあるので、ここ、しっかりエッジのところ、最後にもう一回撫でてあげて、出てる部分をなくしていきましょう。そしたら、ライトに入れて、30秒一度硬化をしていきましょう。こんにちは。ありがとうございます。そう、今月はね、いろいろ発売します。あとね、こちら、クレイウォッシュも発売します。クレイウォッシュはね、こういう、よく、こういうあれですね、泥の汚れを落とすものになっていて、このね、ネットが一緒にセットでついております。こちらもね、今月発売するので、ぜひチェックしてみてください。冬などでね、乾燥するので、こちらもおすすめの商品になっております。あ、こんにちは。ありがとうございます。ちょっとチップがガサッとしてたので、少しだけ軽く削っちゃいますね。よいしょ。そしたら、2度塗り目をしていきます。2度塗り目も1度塗り目と同じように塗っていきましょう。根元から先端に塗っていきます。結構ね、本当に伸びがいいジェルなので、で、最後、このね、先端のところ、毛が先端出ないように、しっかり内側に入れてから、硬化をしていきます。で、プリムドールミューズの方の、今回ね、カラーなので、EX とミューズの違いとしては、厚塗りしても EX の方が光が通りやすい素材を、機材をね、ジェルに使っているので、ファーが入っているので、すごい薄々で塗ってしまうと、あんまりファー感なくなってしまうので、ちょっとね、EX 塗るときよりは優しい力で塗っていっています。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、ね、30日楽しみですよね。そう、ファジシリーズどの色も可愛いので、ぜひ、こっち私もね、発売を楽しみにしております。そしたら、ファジーシリーズの、上に、このね、上から、まあ、親指とかもそうなんですけれども、テラコッタでデザインを作っています。で、テラコッタでデザインをするときは、後からトップジェルを塗ってしまうと、もう全体的にコーティングされて、このテラコッタを使った意味がなくなってしまうので、先にトップジェル塗っていきます。この時のトップジェルはサロンワークの場合はお客様によって合わせていて、まあグロッシートップやクリスタルトップなど通常のトップジェルを使う時もあれば、結構ね、爪割れやすいお客様だったりとか、折りやすいお客様の場合は、ちょっと固めにね、スカルプ&トップなど使ってください。で、トップジェルを塗って硬化をしていきます。で、そしたら今日はこちらのテラコッタを使っていきます。で、テラコッタはこちらね、バルドブランというお色ですね。こんな感じで中が結構焦げ茶のお色になっております。ちなみにこの親指とか、親指は、あれですね、普通にアンジェラホワイトを使っています。こちらです。今日使っていくのは、このバルドブランになっております。でですね、こちらを使っていくときに、私、いつも先にマット系のネイルのデザイン作るときに、まず一度先にマットネイル、もう一回上からマットジェルかけるときとかも結構ベースの時点で一度マットネイルにしています。で、まずマットネイルにする前に、私がいつも行うんですけれども、こちら、キャンジェルのノンワイプトップを1回塗ってもらって、ちょっと仮硬化します。仮硬化5秒から10秒ぐらい LED ランプでしてもらって、まだ未硬化ジェルが残っている状態ですね。残っている状態まで1回硬化してもらったら、フロスティングマットを重ねていきます。で、マットとか、前もちょっとね、インスタライブの時にご説明したんですけれども、ホイールジェルとか使う時も、先にキャンジェルを塗って仮硬化させてから上から、こういうホイールジェルだったり、マットジェル塗ってもらった方がしっかりと綺麗にホイールが貼り付いたり、マットがすごい綺麗に、未硬化が混ざらない分綺麗に出るので、こちらね、私いつも先にキャンジェルを塗ってから、マットジェルやホイールジェル、をよくね、使っています。ね、可愛いですよね。そう、ブランすごい可愛いんです。ブランもね、可愛いこちらのお色です。で、先にこのマットに一度仕上げている理由としましては、なんとなく最後の雰囲気が、まあ一回ツヤっと、ツヤのまま仕上げるよりマットにしてから、デザイン作っていった方が最終的な仕上がりがね、自分でもちょっと確認しやすいので、マットにしているっていうだけなので、事前にマットにしなくても、ここは大丈夫な部分です。で、そしたらですね、こちら、テラコッタのバルドブラウンですね。7011番使っていきましょう。ちょうどね、この中指と小指に使っています。小指はね、ちょっとドットのところをテラコッタ風に、テラコッタで、こうね、ニットっぽくポコポコっと仕上げています。で、まずはですね、このジンジャーマンクッキー作っていくときは、ちょっと顔の部分とこの全体的なバランスでどこに入るかをちょっとね、一旦確認しておきましょう。どの辺に作るかとか、どのぐらいの大きさになるかっていうのが結構大事なので、真ん中にちょっとドーンって作っていこうと思うので、ちょっとこっち向きで作っちゃおうかな。ちょっと自分向きで作っていきますね。真ん中あたりに作っていくので、結構このどこに描くかっていうので結構バランスが変わってきてしまうので、まず先にバランスが崩れないように真ん中に一回線引いておきましょう。結構ね、何も目印なくどんどん作っていくと、どんどん下に寄ってしまったりとか、上に寄ったりしてしまうので、まずは一回真ん中に、どのぐらいの大きさに作るかの線を真ん中にちょっと軽く引いていきます。これは最終的に仕上がりに出てくる線ではないので、大体このぐらいのサイズに作ろうかなっていう線を一旦書いておきます。こんな感じです。で、そしたらですね、まずは頭のサイズ決めていきましょう。頭のサイズを決めていくときに、3分の1ほど、まあ足、ここがここですね。ここから行くと1、2、だいたい3等分よりちょっとだけ頭大きいかなというサイズを取っています。半分はいかないんですけど、3分の1よりはちょっと大きいかなというサイズを取っているので、まあこのぐらいかな。ある程度ね、ちょっと自分の中で目安作っておきましょう。このぐらいで丸を描いていこうかなっていうサイズをちょっとね、印を一回つけてもらったら、ここから丸く作っていきましょう。で、まん丸でも可愛いですし、ちょっと楕円形をしてもらうと、ちょっとゆるキャラっぽい雰囲気になってきます。結構ね、こういうなんだろう、顔がついたものって基本的にそうなんですけれども、顔が横に広がれば広がるほど、ちょっとゆるキャラっぽい優しい雰囲気が出てきます。なのでまん丸で作ってもらってももちろんいいですし、ちょっとね横に広げるように作ってもらっても可愛いです。まず一回サイズを決めていきましょう。あ、こんにちは。一回ねサイズを決めていきます。で、この時ちなみに使っている筆は RB の10番になります。テラコッタ使う時、私いつも基本10番おすすめしているんですけれども、私よく10番か100番の筆をよく使っていて、100番の筆だとちょっとテラコッタ重く感じちゃいます。持っていきづらいので、10番ぐらいの太さと長さと毛量があるとテラコッタ綺麗に動かせます。まずは頭の丸作っていきましょう。こんな感じですかね。頭の丸の部分作っていきます。こちらですね。RB10 番使っています。あ、ありがとうございます。ちょっとね、日曜日の12時、ちょっと珍しい時間にちょっとね、すいません、初めて見ました。インスタライブありがとうございます。で、そしたら、次、体の部分を作っていきましょう。もうちょい頭、大きくしようかな。ちょっともうちょっとだけ頭、横に大きくしようかな。よいしょ。そしたらね、ちょっと一回でも体のバランス見てからにしようかな。で、ここ一回一回特に硬化はせずに、テラコッタは、流れたり動いたりしないので、基本的にもう全部書いてから、バランスを見て硬化していきましょう。あ、ありがとうございます。嬉しいです。で、そしたら次、こちら、手の部分と足の部分書いていきます。で、手の部分は横にピッと出る感じで、体の部分は顔と同じか、ちょっと細いぐらいですね。で、また足がピッと出るように作っていきます。この、体より同じかちょっと細いかぐらいなので、ここら辺にね、ちょっと線を引いておきましょう。顔と同じぐらいの幅のところに一回線を引いていきます。で、こちらもね、線を引いていきましょう。まあ、だいたいこのぐらいですかね。で、ちょっとここつなげていっちゃいましょう。まあ、だいたいのバランスをね、見ながら書いていきます。で、一回このまま顔と体をつなげていって、顔こっちももうちょっとだけ大きくしようかな。よし。なんかね、1個のデザインを描くときは仮硬化、同じ色の場合とかで流れちゃう場合とかだったら仮硬化ちょいちょい挟むんですけれども、全体的なバランスを見てから硬化した方が確実に仕上がりが良くなるので、部分部分硬化せずに、ちょっとね、全体的にまず一旦書いていきましょう。バランスね、難しいですよね。わかります。バランス。なんかね、全体的になので見ながら書いていくといいですね。どうしても書いてる時って一部分だけ見て書いてしまうので、まあ、筆先に目線はもちろんあるんですけれども、全体的に見ながら書いて言ってください。一部分だけ見てしまうと、どうしてもね、バランス崩れがちなので、この書くときはこの筆先を見てるんですけれども、筆先を見つつ、全体的にもちょっと視野を広く見るようなイメージを持ってもらうといいかなと思います。あれですね、ちょっと一本の木を見てるようで、ちょっと森を見てるというか、全体的にも視野に入れながら作っていってもらうといいかなと思います。で、ここはね、左右対称にいきたいと思います。一回ね、線を、いきなり三角描くより、さっきみたいにね、一回線を引いてから、ちょっとこの周りを三角にしていくと形がここも取りやすいです。こんな感じですね。今こんな感じです。ちょっとね、形がちょっとずつ見えてきましたね。そしたら足の部分を描いていきたいと思います。ここ下一回三角作っていきましょう。ここは一回三角ですね。ここ三角にしてもらって、そうですね、一回三角を作っていきます。三角を作ったら、ここも一緒に斜めに、ちょっと三角に、三角じゃないや、斜めに平行になるように出していきましょう。で、この時に一個一個左右対称で書いていくと、さらにバランス取りやすいですかね。こんな感じです。あ、うさちゃんお散歩をしてました。そう、たまにね、お散歩してる方いますよね。そう、うちはね、あんまり外散歩をさせてないんですけれども、ハーネスつけられる子とかだと、結構ちょこちょこお散歩してる方見かけますよね。あれ、ちょっとね、羨ましいんですよね。可愛いですよね、お散歩してるさちゃん見るのも。こんな感じで、ちょっと足を、ここね、少し斜めに作っていきましょう。こんな感じですね。こんな感じで、ちょっとだけ、この足先に向けて、ちょっとだけ太くなるように作っていきます。こうですね。で、反対側も、同じように一回斜めに作って、足先にかけてちょっとだけ太くしておきましょう。で、まず一回全体的に描いていったら、ここからちょっとね、バランスを整えていきます。仮硬化しながらだと結構厚みが均一にするの確かに難しいので、ちょっと薄く作ってください。仮硬化を間に挟んでいく場合は、薄く作ってもらって、最後に、もう一度重ねるので、その時にしっかりと、全体的に均一に厚みをしていた方がいいです。なので、仮硬化を挟んでいく場合は、特に一度塗り目、薄く塗っていってもらうといいかなと思います。こんな感じですかね。よいしょ。ちょっとずつ、頭、もうちょっとだけ大きくても可愛いかな。ちょっと頭、もうちょっとだけ大きくしたいと思います。この辺はね、もう好みで全然もちろんいいので、ちょっと頭が小ぶりな子も好きな人もいれば、ちょっとね、大ぶりな方が好きな人もいると思うので、ここはね、ちょっと好みでバランス、好きなバランスで作ってくださいね。ちょっとだけ頭を大きくします。そう、でもね、テラコッタは結構ね、この、全く流れたりはしていかないジェルなので、このね、仮硬化なくても、特にね、ベースマットジェルなので、マットジェル塗ってあるので、もうね、全く流れない状態になっておりますね。このね、ちょっとね、丸なので、丸のところだけがね、ちょっと難しいんですけれども、こんな感じで大丈夫かな？こんな感じですね。こんな感じで一回ちょっと硬化をしていきましょう。こちらで一度ライトに入れて硬化をしていきます。これね、同じような要領で、このね、ちょうどたまたまですけど、この去年作ったチップですけれども、この親指とか薬指だと、このファジーノーブルですね。ノーブルがちょうど似たようなカラーなので、ノーブルとこのアンジェラ・ホワイトのテラコッタの組み合わせもとても可愛いんじゃないかと思います。これね、今ちょっとまだ制作中なんですけれども、ファジーシリーズでいろいろさっくりニットを作ってみようかなと思っております。でね、一回硬化をしたら、ちょっと2度塗り目をしていきましょう。なので2度塗り目で、まだね1度塗りなので、ちょっと薄めにバランス取っていったので、少しね茶色も透け感があったりするので、ちょっと2度塗りしていきましょう。2度塗り目でよいしょ、しっかりと色味だったりこの厚さですね、厚さを統一させていきます。こんな感じですね。なのでね、その仮硬化を挟む方は薄めに一度塗り目してもらって、この二度塗り目の時に結構ねしっかり厚さを出してもらうといいのではないでしょうかと思います。2度目もね、2度目の方がなので1度目よりもサクサクここ進みますね。ねえ、そう早いですよね。今年ね、特に自粛期間があってからのその後もね、結構なんだかんだで生アクティブにはやっぱりね、そこまで毎年のようにはね動かなかったので、今年すごい早いですよね、本当に。あ、ねえ、くすみ系のねカラーもそう可愛いですよね。くすみカラー今年すごい、やっぱり今年というかなんかあれですよね、日本のネイルはずっと結構ねニュアンスネイルとかもずっと人気がね今高いので、ちょっとこういうくすみ系だったりとかするとやっぱ日本人の肌にもね多分合うっていうのもあると思うんですけれども、結構ね人気ですよね。ちょっと2度塗り目をしていきます。この2度塗り目でなんか全体的な厚みを確認していきましょう。で、この時に結構このテラコッタ、こうやって筆で普通に扱っていくと、上から見た時ってそもそもがボコボコしているので、あんまり気づかないかもしれないんですけど、横から見ると意外とね、こうやってツーンってなってるものとかがあるんです。なので、こういうのは筆でツンというのをなくしておきましょう。なのでね、必ずテラコッタ硬化する前にもちょっと横からとかも見て、厚みとかこのツン加減を見て、ちょっとね調節してから硬化をしていってください。あ、クマさんですか？嬉しいです。クマさんとかもね、今度そろそろね、もうクリスマスなのでやりたいですよね。クマさんね2匹いるんです。このクマさんと、これちょっとね、尻尾イメージしました。クマさんと、こっちもね、このかきかけの、ここもちょっとベアって普通に、そのままベアって入れたんですけどね。そう、ちょっとね、クマさんもぜひ今度やりたいと思います。ありがとうございます。クマね。こういうクマさんでも人気ですよね。可愛いですよね。嬉しいです。ありがとうございます。で、今使っていったのがこちら、テラコッタのバルドブラウンを使っていきました。で、次この首元に置いているのは普通にこちらですね。リボンのパーツを置いていきます。リボンパーツね、昨日準備しておいたんだけど、あった、こっちですね。ちょっとね、同じパーツがちょっとなかったので調べたら、このね、使ってるのはこの表面ザラッとしたリボンも、プリモールに売ってるんですけれども、プリクシーの商品ですね。ちょっとザラッとした方が、こうなんかアンティーク感出て可愛いんですけど、ちょっとね、すいません。在庫を私切らしていたので、このツヤっとした方の、いいないかな？ツヤっとした方のリボンをちょっと今日は使っていこうと思います。で、こちらね、ビジュージェルを使っていきます。あ、こんにちは。あ、ぜひぜひやりますね。くまさんやりますね。でそしたらリボンをまずつけるところだけにビジュージェルを取るので、ちょっとね、こういうアート筆で取ってもらって、リボンを置くところにだけまず一回ビジュージェル置いていきましょう。ビジュージェルを置いていって、ここにこのリボン置いていきます。こちらですね、リボンを置いていきます。あんまり下の方になっちゃうとちょっと不格好なんで、ちょっと首のところですね、ちょっと寸胴に見えちゃうんですけど、首のところにリボンを置いていきます。こんな感じです。で、これもちょっと一度焦がしちゃいましょう。ライトに入れて硬化をしていきます。で、今日はですね、久々にこのね、目とボタンと口のところ、こちら、ライナーホワイト使っていきたいと思います。ハイリッチだと、すごいサラッとして描きやすいんですけれども、今回ね、テラコッタの上にデザインを描いていくので、ちょっとベースデコボコしちゃうので、今回はこちらライナーホワイトを使っていきます。よいしょ。で、ライナーホワイトを使っていくんですけれども、その前にもちょっとだけ薄くマットジェルを塗っていきましょう。テラコッタの上に直接描くとさすがにね、結構デコボコしていて、細いライン結構描きづらいので、ちょっと薄くですね、あんまり厚く塗っちゃうと後でもう一回マット塗りたいので、ちょっと薄く塗っていきます。薄く塗ったら硬化をしていきましょう。薄く塗ったら硬化をしていって、久々のね、ハイリッチではないライナーホワイト使っていきます。ライナーホワイトもね、通常のカラージェルよりはちょっと固めになっていて、顔料が2倍入っています。ハイリッチだと顔料が5倍入っているので、結構ね、変わりますよね。で、ちょっとね、ここに顔を描いていきたいと思います。なので、次、顔を描くときは、アート筆変えます。こちら、100番のアート筆を使っていきます。で、もう本当に、細いライン描くときによく私説明するんですけれども、結構ね、この筆を、例えばなんですけど、全部入れちゃいます。全部入れちゃうと、この筆先にジェルが別に溜まるわけではなく、表面張力がね、ジェルにもあるので、この筆全体にジェルがついてしまうと、この筆の表面上で表面張力が起きてしまって、細くも描けなくなってしまいますし、たくさんつけたからといって、このジェルが下に流れてくるわけじゃないので、長く描けるわけでもないです。なので、必ずまず一回筆をきれいにします。必ず筆を一回きれいにしましょう。きれいにしてもらって、この筆先で、本当にこんな感じです。こんな感じでちょっとジェルを取っていきます。なので結構ね、これまだ新しいケースだからそんなになんですけど、古いケースとかってね、ずっと使ってるケースってよくここでしごくので、この辺にもジェルが溜まってきてる時があります。なのでそういう時はもうこの辺からすくうようにして取っています。もう本当に、こんなもんですね。全然量いらないので、少量で大丈夫です。なので、こちらで、まず一回、ちょっとね、口を、私、ニコちゃんとか描くとき、いつも絶対鼻から描く人なんですけど、鼻がないモチーフの場合は、口から描いています。なので、まずは、この口を描いていきましょう。口をまず描いていきます。口がちょっと、ここ、ちょっと直したい。すいません。ちょっとね、ここ直したいですね。シュッシュッシュッと。よし。必ずね、私、顔の中に1個しかないモチーフを先に描くようにしています。なので結構ね、目を先に描いてしまうと結構ね、ずれていっちゃったりします。左右で描くときに1個ポンって置いてもう片方置くときにちょっとスペース広かったなとかちっちゃかったなとかなることが結構あるので、なのでね、鼻があると一番バランス取りやすいんですけれども、ジンジャーマンクッキーちょっと今回鼻なしで、ニコちゃんとかもそうですけどね、鼻なしで描いたので、先に口から1個描いてそこから目を描いていきます。で、目をどこの位置に描くかで結構ね、顔が変わってきます。なのでピッとちょっとちっちゃく置いちゃいましょう。ここドットペンではなく、私はね筆先にたまるように取ってもらって目をよく置いていきます。こんな感じですね。こんな感じで顔を描いていきます。で、そしたらお腹に3つ点を置いていきましょう。ここにピッとピッと。こんな感じですね。点を描いていきます。大丈夫かな？ちょっと目のバランスがちょっと気になるな。目のバランスが気になるけど、なんかこういう気になるところを修正しようとしてさらに失敗することがあるので、いいかな。こんな感じでちょっとね一度硬化をしていきます。あ、よかったです。ありがとうございます。ちょっとね一回硬化していきましょう。いや大丈夫です。私ね、結構近眼かな、近くだけ見えて、遠くが結構見えないので、この間もね、健康診断行ったら、また眼科がよく引っかかるんですけど、まあ、引っかかるというか、メガネをかけてくださいってよく書かれるんですけど、近くがね、見えているので、仕事上あんまり気になんなくてメガネしてないんですけど、映画館とか行くとね、さすがにちょっとぼやけちゃうので、まあ、ちょっとメガネ、そろそろまた、一回ね、作ったんですけどね、昔、そろそろまたちゃんと作んなきゃなと。思っているのですが、確かに細かい作業はねなかなか、まあ、ネイルには多いですけどなかなかねちょっと大変ですよね。でそしたらですね、よく私サンプル作る時だともうなんかトップとかももうまた塗り直すのちょっとめんどくさいので、よくねこのジンジャーマンクッキーだけに塗ったりするんですけど、サロンワークだとここのリボンがその塗り方だと取れてしまう可能性があるので、まず一回ジンジャーマンクッキーの上全体的にマットジェル塗っていきましょう。まずジンジャーマンクッキーの上全体的にマットジェルを塗っていきます。で、この時に結構細かい部分、塗りづらいと思うので、端っこの部分とかは普通にこのさっきまで使っていたアート筆をね、綺麗に一回拭いてもらって、この端から端まで塗っていきましょう。で、特に全体的に塗り直さなくても、こちら、ジェルとジェルなので、ここ、ジンジャーマンクッキーだけ取れちゃうっていうことは起きないです。起きないので、サロンワークでも安心してください。で、一回、マットジェルを塗って、もう硬化しちゃいましょう。リボンの上も一緒に塗っちゃいます。リボンだけね、外しちゃうと、サロンワークだと取れてしまう可能性があるので、結構スタッツとかをマットネイルの上に置いて、スタッツだけ後でツヤっとさせたい時も同じことをするんですけど、ちょっとね、一手間にはなってしまうんですけれども、ここにキャンジェルをね、パレットにちょっと一滴垂らしておきましょう。キャンジェルを一滴パレットに垂らしておきます。で、そしたらですね、こちら、この、マットでも可愛いですね、でも。リボンマットでも可愛かった。リボンマットでも、ちょっと可愛いですね。マットでも可愛いんですけど、ちょっとね、肯定的にちょっと見せたいのでやっていきます。マット可愛いですね、リボン。ここ、マットジェル塗った場合も、ここですね、リボンの上だけ、もう一回マットジェルの上にキャンジェル塗ってもらうと普通にツヤ感戻ります。戻るので、こちら、マットジェル塗ってコーティングしてリボン取れないようにしてから上からもう一回ね、キャンジェルを塗っていきます。こちらですね。ねえ、あ、ドキンガン。ねえ、そうなんですよね。拡大鏡ね、葉月ルーペ、確かに。なんか、トリシアの授業とかで結構、生徒さん持ってる人たまにいますね。なんかセミナーとか、最近はね、対面するセミナーないからですけど、セミナーしてる時とかも持ってる方、いらっしゃいましたね、確かに。こんな感じで、ジンジャーマンクッキーが完成いたします。こんな感じです。で、同じような応用で、こちらですね。こっちとかも、すごい、本当に簡単で、これはもうそのまま、今みたいにファジーブランですね。ファジーブランをベースに塗ってもらって、一度マットコートしてから、この上から同じ、こちらですね。バルトブランをドットのように描いていまして、こちらは逆に、ファジーノーブルが色近いですね。ノーブルの上にアンジェラホワイトで、このツリーの形を描いてもらって、ブリオン置いたら、また上から全体的にマットで、ブリオンだけね、ツヤの時は、もう一回上からキャンジェルでブリオンのところ、ツヤを出していきます。結構ね、この辺、ちょっと、今月来月でアート徐々にやっていこうかなと思っている。あ、ちなみにこのクリスマススノードーム、この中に液体入ってない方ね。スノードームは、ですね、こちらも駅伝ライブの2日目の方かなでやるので、ぜひね、PBF の駅伝ライブ楽しみにお待ちください。と、あとね、この辺も、この赤の部分も、ここね、ちょっと不思議な質感をしているんですけれども、ここも、下に、こちらですね、テラコッタのアンジェラホワイトを塗って、上からそのまま、去年、プリから発売しているこの赤い、ローズのミラーパウダーがあるんですけれども、それを、ここもそうですね。ここもピンクなんですけど、こっちはピンクなんですけど、ここもアンジェラホワイトの上に直接ミラーパウダーをかけているんですけども、このミラーパウダーを、赤のね、ローズのミラーパウダーをかけたら、上からトップジェルを塗っています。トップジェルを塗ってから、さらに、テラコッタのアンジェラホワイトで斜めにラインを引いています。結構ね、ものによってやり方を変えたんですけれども、こちらとかはね、通常のデコボコネイルを作って、普通のデコボコネイルだともっとこの曲線がくっきり、はっきり出てしまうので、ちょっとトップをこちら、厚めに塗って、なるべく境目がちょっとなだらかになるようにして、表面ミラーコートをしております。あ、そうなんです。スノードームね。でもね、中に液体入れないやつなんですけどね。液体入れるやつは一度有料ライブとかでもやっているので、ちょっとね、液体。これね、なんかちょっと去年作ったやつ、中のブリオンがちょっと動きづらくなっちゃったんですけれども、そう、スノードームもね、やるので、楽しみに PBF もお待ちくださいませ。サロンワークの、あ、サロンワークの長さ出しですね。サロンワークの長さ出しはですね、確かにお客様によって私方法を変えていって、あんまり、なんだろう、折らないお客様で結構長さを出したいというお客様の場合は、フォーミングジェル使ってます。早いし、なんだろう、しっかり厚みも出るし、基本そんな私は自分につけても折れないし、まあある程度、なんだろう、ベッドの倍ぐらい長さを出しても折れないです。なのでフォーミングジェルを使うんですけれども、なんだろうな、地詰めの時とかもそうですけど、他のお客様は折らないけど、この人どうしても折っちゃうって人いるじゃないですか。長さ出すと。地詰めの場合もそうなんですけど、そういうちょっと折りやすい人とか、大きいパーツ結構がっつり止めたのに、取れやすいというお客様には、まあ、アクリル使ってます。アクリル使って、しっかり表面もスカルプ&トップとかでコーティングをしていて、あとは、結構地詰めが本当に短くて、お肉が結構盛ってしまってる方とかは、もうチップを貼ったりしていますね。チップ貼っ、先端だけのチップを貼って、上からしっかりと、でも上からもしっかりね、スカルプ&トップがおすすめです。私アプリの。スカルプ&トップで結構しっかりがっつりコーティングをしているので、基本何もそんなに起きないお客様の場合は、普通にフォーミングジェルを今一番愛用しています。フォーミングジェルやっぱ折れないし、早いし、形が綺麗に整うので、フォーミングジェル。あとね、倍ぐらいの長さ出しても全然折れないので、基本的にはフォーミングジェルを使っております。という感じですかね。大丈夫そうですかね。そしたら今日はこんな感じでちょっとね、ジンジャーマンクッキーを作っていきました。というわけで、ぜひね、そろそろ皆さん多分クリスマスの準備だと思うので、ちょっとね、そろそろクリスマスネイル、他にも今後ね、またインスタライブやっていきたいと思います。で、ちなみに明日は、サロンワークスタイルのインスタライブがあります。サロンワークスタイルなので、最近ね、私サロンワークスタイルは実際のサロンワークね、今お客様がやっぱ時短とかをね、気にする世の中になっているので、ちょっとね、ホイルをまた使って、もみじのホイル使ってほしいというリクエストがあったので、ちょっとね、これからサンプル試しに作ろうかなと思っているんですけども、こういうね、ホイルを使ったりして、時短のアートがでもごってりされているように見えるサロンワークスタイルを明日はやっていきます。というわけで本日もありがとうございました。ぜひまた明日も見てくださいね。ありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございます。また、こちらこそです。嬉しいです。サロンワークね、楽しいですよね。私もやっていてとっても楽しいです。ありがとうございました。嬉しいです。よろしくお願いします。こちらこそ、ぜひ、いつもありがとうございます。楽しみにしてます。